ぱりこうなるんですか。撃って撃って撃ちまくれ。やっぱやめましょうよ。何やっかな。この勇ましい娘はまさに剣道ルッシュな。この辺境にかの賞金首がいたとは意外なり。都に我がからくりの技術を示すにも格好の獲物じゃ。山猿どもと手を組んだ甲斐があったわ。すっげえ、たった一人で。殺してない。急所は外してる。なんで、なんでやらないんだよ。さあおじさま、まだやりますか。それとも降参してくれます。お行儀よくしてくれたら東華楼でおもてなししますよ。だはははははは、降参もおもてなしもなしだ。先生、頼みます。基盤点の一撃、よーくぞかわしたでおじゃる。マロの名は増子万丸。お初にお目にかかるでおじゃる。ルシュナ、うわ、何すんだよ。来ちゃダメ、ミカちゃん。それから敵討ちなんてダメ。なんで、トウカさんだってやれたのに、やらなかったよ。でも、でもオイラの気持ちはどうしたらいいんだよ。見てて。娘、いざ存分に戯れん。よし、もう大丈夫。ネズミのようにチョコバカと。チューチュー。おのれ小娘、あなたの顔が見たいんですけど、そのごつい鎧を脱いでいただかないと。何言ってんだ、命狙われてんだぞ。この基盤点を相手にここまでやるとはな。その実力見事でおじゃる。ありがとう。天使直命の賞金首、貴様を倒せば十点戦入りも可能。それが目的。田舎の遊郭の女主人を倒すより近道なれ。あれ、やっぱバネ、反射神経の塊のような娘じゃ。ならば足を止めるまで。逃げたか、どこに消えた。あのちょっとタンマ。タワキ、戦の最中で何がタンマじゃ。だってその パンツが破れちゃったんですけど。な、何を言ってるか。さては貴様、マロを油断させる策略でおじゃる。そんなんじゃありません。その手には乗らんぞ。先ほどより貴様逃げてばかりで反撃してくぬ。それはなぜか。玉切れでおじゃる。両方なんだけど。そこが小娘。
持ってんじゃねえか。何すんだ、返せよ。ルシナを助けに行くんだ。ここは危険だ。トーカローに戻れ。トーカに言われてきたのか。返せよ。ルシナは大丈夫だ。大丈夫なもんか。弾切れで逃げ回ってるばっかだよ。このままじゃやられちゃうって。これ以上黙って見ていられない。これを渡してやれ。どうしよう。ルシナ、上だ。仲間か。さっきガキがいたようだが。やっちゃん、ありがとう。礼ならみかんに言え。あと、もう一つ欲しいものがあるんだけど。なんだ。パンツ破れて動きにくいの。新しいのお願いします。よっしゃ、パンツ。話せよ。ルシュナのこと見ていたいんだ。ダメだ、お前は戻るんだ。弾さえありゃルシナが勝つ。失敗すんな。それよりパンツだ。トーカローにはあるだろ。トーカローのどこにあるんだ。おい、答える。あー、いつの間に。弾が手に入ったところで何ができる。くれ。戦術はこっちへ戦。一瞬の刹那に己に命中する弾丸軌道を見極め、的確な射撃を持って迎撃せしめる。十点戦級の戦術ではないか。だがその技は明らかな防衛戦術。しかもリボルバーでは最大6発しか防ぐことはできない。こやつの首を取れば10点戦入れは確実。訪問一つは防ぐとも、四つならどう防ぐ。勝負ありでござる。